でもなんかもうお母さんになるんですね。なっちゃうんですよ。すごいいい子ですね。おとなしい。いい子ですよ。うるさいけど。これから赤ちゃんを取り出します。すごいお腹が頑張ってね。4匹入ってるんですか。今からレントゲン取ります。そうなんですか。お腹大きくなってるね。頑張ってね。いや、いってらっしゃい。ね、何頭いるのかな赤ちゃん。いってらっしゃい。3頭、あ、赤ちゃん2、3、もう結構大きくなってます。大丈夫ね。頑張ってね。頑張って。6度7分になったら、うん、っていうか多分、ね、あの体温が1度ぐらい下がるんです。下がる。ああ、多分もう来てるから、もう出しても多分大丈夫だ。注射の麻酔は使わないです。手を切ったり、はい、うん、子供がね、はい、注射の麻酔だと眠っちゃって起きなくなっちゃうので、はい、注射の麻酔は使わないです。寝ちゃってる。
お醤油。お酒、あと止めようぜ。白いひも。Okay.
愛い、すごい可愛い、ちっちゃい、生まれました、うん、かわいい、生まれたて3兄弟出てたわけだ、泣いてる、元気に育てばいいですね、かわいい、男の子、色出てます、かわいい、かわいい、みんな鳴き声元気ですね、なかなか起きないところとか見るんですけど、すぐ起きましたね、やっぱり水は、無水がいいですね、先生は技です、なかなか深く入っちゃうと、子犬も寝てしまって起きない、痛いんでしょうね、すごいですね、なんかすぐ泣いてる、普通の一生懸命こう隣でこすって、なんか20分ぐらいこすって、そうです、インスタとか見るとなんか結構そう、なんか振り返すこすってるのかな、もう30分こすってもダメだからって、2匹ぐらい死んでる、死んだんでしょう、そういうの、
ね、すぐ死なないよな、うち。
いついた。腹いっぱい。切切られたからね。あなたはしまないの。でもすごく育っててよかったですね、中で。うん、この子一番ちっちゃいのかな。頑張ってしね。元気ですよね、うん、痛さもないみたいです、ね、頑張ったね このチャンネルでは、四部日立の日常や最近話題の施設に実際に四部日立が行って感想をお伝えしたりと、犬を飼っている皆様のお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。